東京都によりますときょう都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は533人でした重症の患者は前の日から5人減って54人となりました感染が確認されたのは10歳未満から90代の男女533人で2日連続で500人を上回りました年代別に見てみると20代が最も多く114人 ついで30代が93人、40代が89人、50代が81人でした。重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は合わせて89人で、これまでで最も多くなりました。重症の患者は前の日から5人減って54人となりました。これで都の感染者は4万2345人となりました。